コンクールが終わって2週間が経ちました。まだね、結果を受け止められない、本当に素直に受け止められない、感じが続いて本当にもやもやしております。はい、どうも皆さんこんにちは、まこっちゃんです。コンクールを終えて2週間ですね。今やっていることについての正直な気持ちをね、話していきたいと思います。コンクールが終わって2週間が経ちました。まだね、結果を受け止められない、本当に素直に受け止められない、感じが続いて本当にもやもやしております。高校3年生の時はですね、全日で19人、本戦で19人の中に残り、なんていうこともありまして、でそれで国際が30位だったわけですから、本当に結果としてはね、本当に成長していると本当に自分で言ってもいいぐらいの成長を遂げているんだと思います。だけどこういう結果を突き止めるとやっぱ何かを変えなきゃいけない、っていうことになるわけなんです。で今発生のアップデートということを今しております。で、ちょっとねクイッって変えるだけなんですけど、本当にそのクイッっていう変えるのは本当に難しいんです。その発生のベースは維持したまま、でも音の明るさがね欲しいんですね。で正直でここ2週間の動画上げなかった期間、本当レッスンは本当に大変だったわけです。なかなかうまくいかないわけですね。撮影も本当11本ぐらいですかしまして、その中の1本ね今回出すわけですけども、その1本もなかなかということなんですよ。で先生から一つの動画、撮るたびに、アドバイスをいただいて、修正していくという中で動画を撮っているわけですけども、それでもやっぱ自分も納得できないというところがありまして、なかなか今壁にぶち当たっているところです。少しね、昨日レッスンありましたけど、最後にですね、話をしている中で、少し感覚つかんだかなというふうに思います。しかも感覚つかみきれてるわけではないので、少しね感覚をつかめたかなと思います。その中でですね、精一杯、歌いまして、本当にねまだまだ課題はたくさんある中でですね、歌い上げたカロミオで、聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。
Yeah.